はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりやギターです。いつもおっとりやページをご覧いただきありがとうございます。本日もですね、素敵なギターのご紹介をさせていただきたいと思います。本日ご紹介するのはこちらですね、ギブソンの J45 になります。もう大変人気がある、もう有名なモデルになるんですけども、こちらの J45 の仕様はですね、はい、こちらちょっとカスタムショップ製になっておりまして、特別な限定モデルになります。はい、カラーの方がバーガンディと申しまして、一見ちょっとワインレッドにも見えるんですけども、ワインレッドと違うところはですね、あのワインレッドっていうのはあの塗装が塗りつぶしになっております。で、こちらのバーガンディの方はうっすらとですね、このスプルースの木目なんかですね、このマホガニーの木目っていうのがあのうっすらとシースルーで分かる、そんな塗装になってますので、ちょっと大人な感じで、ちょっとおしゃれな感じがあるようなバーガンディの J45 という形になります。はい、で仕様とかはですね、60年代の J45 を復刻したような仕様となっております。こちらですね、白のピックガード、ラージピックガードがついておりまして、サウンドホールの方が、ツーリングという形になってますね。はい、でブリッジの方はストレートブリッジがついております。はい、そしてペグの方がクルーソンの、白ボタンペグが搭載されております。はい、でこちらですね、はい、カスタムショップ製という形でちゃんとスタンプの方もしてあります。はい、でコンディションなんですけども、こちら、すいません、2014年製になるんですが、まだ新しいモデルになります。でコンディションがすごく綺麗です。で多少ねやっぱり擦り傷だったりとか磨き傷のようなものはあるんですけども、もうパッと見新品ですかというようなぐらいの非常に綺麗なモデルとなっております。はい、フレットの減りとかもほとんどないですね。もうほとんど9割以上は残ってるような感じです。はい、でネックの方も現状まっすぐで、弦高の方も非常に弾きやすい適正な高さになっております。はい、でサウンドの方ですね、早速ご紹介させていただきたいと思うんですけども、もうさすが J45 だなと、さすがカスタムショップ製だなっていう、まあ、納得のサウンドです。はい、ぜひ聴いてみてください。ということでですね、もう特に低音っていうのがもうしっかり出てる J45 になります。ザクザクとしたジャキジャキとしたもう45特有のサウンドはもう本当に気持ちいいです。
きもしてみたいと思います。アルペジオの方でも非常に弾きやすくてですね、しっかり音も出るんで、もうストロークからアルペジオまでオールマイティにお使いいただけるような、そんなモデルじゃないかなと思います。もうさすが J45、 さすがカスタムショップ製だなっていうところでございます。はい、ということで本日はですね、こちらのバーガンディもう限定モデルJ45 をご紹介させていただきました。こちらですね、純正の LR バックスのピックアップの方も搭載されてますので、もうライブの方でも即戦力になると思います。はい、ということで本日は J45 バーガンディモデルをご紹介させていただきました。はい、ということでぜひご検討の方よろしくお願いいたします。おっとりやギターでした。